では続きまして同じくゲストシノクニハーカバーカへの案内人デボニカ役桜彩音さんお願いしますようこそシノクニハーカバーカへはいデボニカ役の桜彩音ですよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いしますお願いしまーす桜彩音さん演じるデボニカの声がもう本当に素敵でなんか耳が掃除される耳かきのような なんか耳が幸せになる褒めてるんだよねあ褒めてるんだよね褒めてます、めちゃめちゃ褒めてます。で、本当、あやねえって呼ばさせていただいてるんですけど、本当あやねえの声が本当素敵で、それと同時にハーカバーカに案内されると同時にあの声にも引き込まれるっていう、なんか素晴らしいなって思いました。ななんかありりがとうございまますすおお世話にって そしてさくらさんはいかがでしたでしょうか、はい、まあ、あの初の実写映画だったということですけれどもはい、うん、出番が多かったなーっていう <laughs> 素晴らしかった <laughs> 思ったより出ていたなーっていう,うすいませんありがとうございますあのー、普段はアニメに声を当てているものですから自分の顔でに声を当てるというかそういう経験って とても少ないので不思議な感じがしたんですけど非常に撮影現場は気あいあいとねしていてすごい皆さんとあの短時間だったんですけど仲良くなることができてなんかすごいありがたい経験をさせていただいたなと思いました。 こういう素敵大活躍でしたね。ね。ありがとうございます。本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいでございます。ぎつさんチームがすごいコメディっていうか、あの明るい話っていうことだったんですけど、こっち。生きることは地獄だですからね。あれはね、忘却本家がね。そうですね。ひねり出した結果の言葉なので。あの、泣くシーンが。あって言っていいのかな。あ、いや、もう、皆さんこれまで。泣くシーンが。 あんまりお芝居してて声優の仕事してて泣くことってないんですよですアフレコしてても次のシーンが翌朝のシーンだと鼻水出てたらあのもうすぐ3秒後には切り替えていないといけないのでなので実際に内藤お芝居するというのはとても珍しくて泣けなさそうだなって思ってたんですよ世界中の悲しいことを思い出しても全然泣けなくてどうしようと思ってたらギラのセリフとあのシドさんの ライニオールのセリフ聞いたら、自然と本番涙が、ちゃんと出てきて、を。なんか、皆さん、本当に、あの、本当の意味で。全身全霊、で。体当たりでお仕事するって、こういうことなんだなっていうの、なんか。学ばせて、もらいました。素晴らしい。すごいです。ね、素敵なお話。ね、僕、僕なんか、まだまだなんで。ね、<ー>よいやいやいや、はいや。よいやいやいや、すごい素敵な。 引っ張ってもらいました。そして、ね、さくらさんは、あの、先ほどもね、ちょっとね、お声の話でましたけれども、劇中で。歌を披露していただきましたね。はい、ありがとうございます。お、素晴らしかったです。い,えい,えいかがでしたかいや。私、歌苦手なんですよ、実は。いや、ね、衣装合わせの時に言われたんで。そう。<laughs> 本当に苦手で。嘘です。なんでも。<laughs> オフマイクで言わないで。<laughs> せめて、嘘です。<laughs> いや言いましたよね、私、昭和その時にそう。すっげえ真顔で、私、歌下手っすよって言われて、そう,そういうことじゃないんでって言って、そそそうそうそう, <laughs> そういやでも本当にだから、どうなるか分かんないですよとかっていう、ちょっと不安な気持ちをちょっと、吐露、ねはい、させてもらったりとかしていて、えーえー、でも皆さん、すて<や>でしたよね。いや、やいやこれも悲鳴上がってました。いやああののここれ例えばじゃああのこう

まあせっかくほら、いらしてんだ熱い背中ね、こうしていらしてんですから。お願いします、お願いします。おいでおいでと声がするはーかばーかへいらっしゃいイエー,イーおいで、<ー>ひどい、ひどい <laughs> 耳掃除される耳掃除される <laughs> 掃除されました今。掃除できた。はい。掃除気持ちよかったです今。ありがとうございます。マサシ君マジでずっとこうだったからちょっと気持ち悪かった。気持ち悪。面白かった。いやありがとうございます生モウタ。そしてシドさんありがとうございます。ああありがとうございます。ありがとうございました。セキナフリオありがとうございます。いやもう本当に素晴らしいですねもうなでもさくらさんははいヒーローとは何か。もう私はあのずっと両親ですね。 あの本当にあのびっくりするぐらいちょっと両親のことがもう好きで好きであのどうやったらこの人たちみたいになれるんだろうってずっと考えているぐらい本当にずっと両親に憧れ続けているので私,た私がこう両親の年になったときにああなれるようにと思いながら毎日過ごしてますどういったところが一番、うん、あの絶対になんだろう。 あのネガティブになっても必ず救いを見つけ出すところがいつも本当にすごいなと思っていて辛いこと、しんどいこと何か壁にぶち当たったりとか絶対人間すると思うんですけどその中で必ず両親はそこにでもこういう学びがあったとかこういう活路があるとかあのしっかりと自分の糧になるものをしっかり見つけ出して掴んで帰ってくるんですよね。そこがやっぱり あの両親の強さの秘訣なのかなと思って。私も何かそういうことがあったら、ちゃんと学びを掴み取ってから帰ろうと思っています。すごく素敵です。<はい S 1> 本当に。